<laughs> まあそういうことです。入って引けっていうふうに言われたんで引きます。<laughs> はい。じゃさや,ええさやねえさ、ね、やねえさやねさやねか。さやかはねえさやかちゃん面白いさやかは、うん、い頭いいですよね、言うことが。あさやな。なんかリハーサルとかしてて、うんうん、もうなんか。 昨日もかな、リハーサルとかしてて思ったんですけど、うんうん、ツッコミとかも、なんかもう、頭いい子が言うツッコミするんですよ。<laughs> 何々で、これはこうだから何々,何々やんな、みたいな。うん、もう、いちいち頭いいな、みたいな。うんうん、言葉よく知ってるし、ね、あの子は、すごいよな。真面,真面目やんな、めっちゃ。うん、なんか、生徒会長やっただけあるなーって思いますね。<laughs> それやなでも私がもし、うん、同じ学校で同じ学年やったとしたら、うん、多分仲良くないあ私もなん,なんか別に喋るけど一緒のグループじゃないと思う、うん、てかそうそうやねなんかしゃべるまでいけるのかっていうところやと思うねん<ー>かりカちゃん好かれへんと思う、うん そう、なんか、で、喋ったら、あ、意外とこんな感じなんや、で、仲良くなるかもしれんねん。それを、なんかこう、一番初めっからさ、あ、この子とは絶対仲良くなるわ、みたいな子ってさ、おるやん。学校、クラス外とかしても、そういうタイプではないなと思う。私絶対リカちゃんとな、リカちゃんどう思ってるかわかんけど、意外と仲良くなると思う。いや、仲良くなると思う。ミルキーの方が、どっちかっていうと仲良くなるなって思うな。わかるわ、それ。うん。空気で。 <laughs> そう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 それは思いますね <laughs> じゃあ続いて